ダデルスワルフェルさんの恋人にのチェサリーに、パウルヘッカーがビラリシスの自分の肖像画の飾られた部屋のカウチに、ラ体で横たわるにのチェサリーに、ビルヘルム・プルショーを撮影、ジャック・ダデルスワルフェルさんは、フランスの貴族、小説家、詩人、男尺、未成年の学生を巻き込んだ少年愛事件を引き起こして、パリの社交界から追放され、同性の恋人にのチェサリーにと一緒に、 カプリ島で暮らした。作家としては無名だったが、カプリ島の名物的存在の一人として有名であった。ジャック・ダデルスワルは父方を通じ、フランス王妃、マリー・アントワネットの愛人ハンス・アクセル・フォン・フェルセン、伯爵を出したスウェーデン貴族、フェルセン家の血を引くため、後に自分のせいにフェルセンの加盟を加え、ダデルスワル・フェルさンを名乗った。ダデルスワルの祖父は、 ムルトイコールエイコールモゼル県のロンウィーで鉄鋼工場を成功させた人物でダデルスワルは1902年に22歳の若さで祖父の莫大な遺産を相続したパリの社交界に出入りする上流家庭の多くが娘を裕福なダデルスワルフェルさんに嫁がせようと狙っていたダデルスワルは軍隊を離れると長い間海外旅行をしその後 シャンソンズ・レギアーズなどの何変化の詩や小説を発表した。1903年、ダデル・スワルはパリのフリーラン王通り18番地にある自分の邸宅でパリ社交界の名士たちを招いて黒ミさを主催し、余興としてパリの上流学校に通う少年たちを呼び、彼らに猥褻な活人画を演じさせたとして逮捕された。ダデル・スワルは未成年の少年との猥褻行為を 犯した罪で有罪となり、6ヶ月間の懲役刑を受け、50フランの罰金を課せられ、5年間の市民権停止を言い渡された。彼の裁判は、男性との性行為を行った罪を、公衆の面前で裁かれ、社会的に抹殺された点で、1895年のオスカー・ワイルドの裁判と同質のものだった。しかしダデルスワルの場合は、彼の催した競栄に、 パリ社公会の他の名士たちも招かれており、彼らが自分の身にスキャンダルが降りかかるのを恐れて裁判所に圧力をかけたため、幸運にも社会的制裁は緩いものだった。ダデルスワルはスキャンダルのために人並みに結婚して家庭を持つこともできなくなった。彼は若い頃に旅したカプリ島を懐かしみ、カプリに家を建ててそこに住むことを決心した。ダデルスワルは 島の北東部のかなり奥まった地域にある丘の頂上部の辞書を買い取った。この辞書はかつてローマ皇帝ティベリウスが紀元一世紀に建てたビラヨービスの遺跡の近くだった。1905年に完成したダデルスワルノカプリ島の邸宅は当初はグロリエットと名付けられた。しかし後に彼は屋敷の名前をビラリシスに変えた。リシスとは プラトンの男性同士の友愛に関する対話、リュシスの中で、青年ヒッポタレスが思いを寄せる美しい少年、リュシスにちなんでいる。ダベルスワルフェルさんはビーラリシスで、同性の恋人にのチェサリーニと暮らし、後半生を送った。1923年、ダベルスワルはコカインの大量摂取により死亡した。自殺だったと考えられている。遺体は火葬され、 カプリ島のヒカトリックの墓地に埋葬された。彼はアルフレッドジャリのラ・シャンデル・ベルとロジェ・ベルフィットの L ・エックス・ル・デ・カプリ、コンプトン・マッケンジーのベスト・ル・ファイアなどでフィクション化され登場している。1905年にダデルス・スワルフェルさんが発表した小説リリアン教は彼の代表作と考えられている。この小説は作家自身が1903年に パリで起こしたスキャンダルを同時代に起きたオスカー・ワイルド事件を参考にしつつ、風刺した作品である。主人公、リリアン卿は、荒々しい放浪者であると同時に性愛にドミ欲で、オスカー・ワイルドに告示した性格の人物にそそのかされ、少年少女との常時にふけり、ついには、ある少年を殺害する。ダゲルス・スワルフェルさんが主催した、黒ミサに対する世間の合合たる非難に関しても、 カリカチュアされている。この作品では事実とフィクションが大胆に混ぜ合わされ、ダデルスワルの自我は4人の登場人物に分けられて表されている。ダデルスワル・フェルさんはまた1909年に文芸月刊誌、アカデモを創刊した。同志は各部の各ページを高級な紙で印刷した贅沢な雑誌で、寄稿者もこれとアンディ・ゴーティエビラール。 ロランテラード、ジョセファン・ペラダン、マルセル・ブール・スタン、マクシム・ゴー・リキー、ジョルジュ・エクハウト、アシール・エスバック、クロード・フェレール、アナトール・フランス、フィリッポ・トン・マーズ・マリネッティ、アンリ・バルビュス、ジャン・モレアス、アーサー・シモンズと豪華な顔ぶれだった。アカデモ氏の各記事には非常に慎重にではあるが、同性愛的な要素が織り込まれていた。 ダゲルスワールはこのことをエクハウトへの手紙で明かしている。つまり、同志の詩、記事、ブールスタンの連載小説、レ・フリー・キンテシャンズ・デ・モーリスは、同性愛的な雰囲気に貫かれていたのである。このことは、アカデモ氏はフランス語圏では、最初の同性愛者向けの雑誌だったことを意味している。しかし、アカデモ氏の寄稿者のうち同性愛者と言えるのは、せいぜい10%程度だった。 同性愛をテーマとするという点では、アカデモは1896年から1931年にかけてアドルフ・ブラントが主催したドイツ語雑誌、でア,アイゲネとも共通する要素を持っていた。この共通点は偶然ではなく、ダベルスワルはドイツの出版会の状況について研究し、同性愛が社会に受け入れられるための踏み台としてアカデモを創刊したのである。ダベルスワル自身、 ブラントやマグヌスヒルシュフェルト博士と文通をしていた。だが、アカデモ氏は1年しか続かず、12号、およそ2000ページで拝観した。配管の理由は、一応は主催する、ダゲルスワルフェルさんにとって費用がかかりすぎるためだったと考えられている。エクハウトへの手紙の中で、ダデルスワルは、自分の雑誌に対するメディアや一般大衆の関心の、無遣の苛立ちを見せている。 しかし、メディアや一般大衆は、無視ばかりでなく、雑誌に対する敵意を示し、それが配管への圧力になったことは、間違いない。ありがとうございます。